天気がいいな。あ、あれなんだ、謎の足跡が続いている。これが意味することはただ一つ、クマが入り込んだんだ。なんとかしなくては。で、クマが服を脱いでるぞ。一体どういうことだ。これは汚れている、うんこじゃないだろうな。あ、パパ一緒に食べる。クリス、そうこなくっちゃな。パパもチョコ持ってるぞ、一緒に食べよう。待ちに待っていたこの瞬間。うわあ、あれ美味しそう。全部独り占めだ。よく狙え、よくよく。うわあ、俺のアイスクリームが。命中した。ああ、本気で怒ったぞ。わあ、逃げろ。ママ助けて。一体どこへ逃げたんだ。お兄ちゃんがいじめる。クリス、どういうつもりよ。がっかりしたわ。は？でもママ俺じゃないんだ。最高のアイスクリームがフットブローにこうバーンって。にわかには信じられないわ。もういいよ、俺が悪かったんでしょ。はいはい、そうだ、もう戻ってくるな。ったく、うっとうしいな。集中するぞ、ゲームの難関だ。ときたらやるしかない。あとちょっとでハイスコアだ。このまま行くぞ。エネルギー補給。うわ、またかよ。 T シャツにこぼれてるよ。本気で怒った。目で目で。今捕まえ。おっと、大丈夫かしら。何の騒ぎよ。クリス、何度も言ったでしょ、飲み方が汚いわ。ちょっとした事故だよ、自分で選択するから。ったく、散々だよ。いや待てよ、ひらめいたぞ。キャンディーをボトルに入れて、上から水飴をかける。上まで入れきるぞ。そしたらこれを凍らせる。これで十分だな。じゃあ行くぞ。見つけたぞ。残念でした。これでどうだ、こぼれないハニーゼリーさ。ああ、うまい、しかも汚れない。わあ、そりゃすごいや。待った、それはやめろ。結局こうなるのか。二人とも、お兄ちゃんが悪い。は？俺なわけないだろ。僕じゃないよ。外出禁止。チェ、ついに御用か。トントン。なんか用か、息子よ。あのさ、パパ、喉が渇いて、空っぽなんだ。なんとかしてよ。パパに任せろ。水？いや、甘い炭酸とかないの？いや、パパは水信者だ。じゃあいいや。うわあ、あそこにあるのはもしや。絶対飲むぞ、それ。おやおや、お兄ちゃん。待て、やめろ。これは僕んだ。それに触るな。やなこった。せめてコップを使え。あ、これこれ、おいちいな。絶対当てつけだろ。これで僕のだ。あー、喉越し。おい、ちょっと分けてくれよ。あー、やだ。あー、喉が渇いた。なんて仕打ちだ。いつもこうだよ。でかいゲップが出ればいいんだ。って、おや、なんだこれは。綿菓子だ。これで喉が潤うかな。美味しいけど、むしろ乾く。やっぱあれが飲みたい。あげないもんね。二人とも学校へ行く時間よ。やった、今行くよママ。って何をしてるの？ルールはどうした？行くわよ。ごめんママ、美味しすぎて。じゃあ残りは俺のだな。ママが待ってるぞ。コーラ。あ、そうだ、ひらめいちゃったもんね。残りなんかこうしてやる。おい、こら、やめろ。やめるんだ。おい、やめろ。これで空っぽ。行ってきます。なんでこいつが弟なんだ。どうすればいい。あ、そうだ、思いついた。さっきの綿菓子と水。それじゃあやるぞ。グラスにミントを入れて、その上に綿菓子、
ぎゅーっと押し込む。その上から水を注ぐと、わあ、綺麗な色だ。氷で冷やせば出来上がり。わあ、飲むのは楽しみだ。うまそう。ストローで、思った通りのいい味だ。新レシピが完成。コーラ飲むの楽しみ。よ、元気？それ飲んでいい？いや、これは僕んだ。だと？なんちゃってな。お願い、痛くしないで。かけてじゃんけんだ。それ、公平かな？面白いからいいだろ。俺が負けた。やった、僕の勝ちだ。コーラが一歩こっちへ。二連敗はするわけない。よし、やるぞ。わかった、じゃあやるよ。じゃんけんぽん。おい、嘘だろ、負けるだなんて。やった、僕の方がいけてる。もう一歩こっちへ。そうか、やり方が違ったか。もう一度だ、いくぞ。あー、そんなに負けたいならいいけど。じゃんけんぽん。よし、勝った。あ、それズルだ、不公平だ。知るか、コーラをよこせ。次は頑張れよ。ってなんだこりゃ。一体これはどういうことだ。かかった。一体どういう魔法だ。どうやった。何、簡単さ。君はいつも僕のコーラ目当てだから、すり替えておいたのさ。まずコーラの中身を器に出す。ボトルは後で使う。そこにゼラチン、溶けきるまでよく混ぜる。そしたら中身をボトルに流す。たっぷり入れたら蓋を閉める。固まるまでしっかり冷やす。ボトルを取り除いてラベルとキャップをつけよう。ほら、本物っぽい。間違えそうでしょ。君は気づかなかった。オタクがやり返すのも大事ってね。わあ、そりゃすごいな。友達になろうぜ。そしたら次はこれをかけよう。うまそうだろ。勝てばもらえるぞ。よし、やろう。わあ、このピザ超美味しそう。それを流し込むのはこのコーラ。相性抜群だ。あ、ストローが欲しいな。ここに置いてすぐ戻る。はあ、ピザの匂いがする。いいな。とっても気づかれないよね。食べ物は見つけた人のもの。よし、食べよう。ってピザが消えた。ここにあったのに。ん、この音は。あー、こりゃうまい。こういうのを求めてた。ピザを取られたのか。おいおい。いや、これは違うんだ。相思相愛で。正気か。ほら、どっちも返すんだ。手を離せ。これは手が勝手に。二度とするなよ。油断も隙もない。ピザ泥棒は最悪だぞ。お、テレビを見よう。リモコンは。今夜は最高だぞ。ってまたか。言っただろ。あー、さっきのあれ本気だったの。マジでブチ切れた。さっさと吐き出せ。でも美味しくてつい。飲み物ちょうだい。ダメだ、俺のだ。泥棒にはやらんぞ。は？ちょっと待てよ。いい考えが浮かんだ。コーラ2本にストロー2本。その上にピザとチップスを広げる。おお、まるでビュッフェだ。あー、うまいな。おい、来いよ。もう口聞かないもん。わあ、半分やるよ。わあ、ありがとう。やっぱ捨てたもんじゃないね。チップス最高、おいしいんだ。それにピザも。ああ、おいしそうだ。いいな、俺は手が足りない。
なんでこんなに大変なんだ。見てらんないな、ジャスティン。いいか、目が飛び出るぞ。ベンチにドリンクを置く。ストローにハンバーガーを通す。でもこれじゃ終わらない。その上にプラスチックの蓋、ここにポテトを入れる。ほら、うまそうなタワーができた。片手で全部持てるぞ。ほら、芸術的だろ。試してみな。わあ、さすがは天才頭脳だな。だろ、これいいな。もっと早く知りたかった。俺がいて助かったろ。今日はピクニック日和だ。お、いい場所見っけ。急に止まらないでくれ。オッケー、じゃあ広げよう。おやつも出して。他に何があったっけ。これうまそうだな。あとまだちょっとあるぞ。はあ、クリス、なんだそりゃ。備えあれば憂いなし。母さんが言ってた。やるならやれだ。いや、うわ、なんか羨ましいな。これうまいんだよな。いい匂いだわ。口の中がパーティーだな。俺の分も取り出すか。長くかかるわけじゃあるまいし、こんだけしか持ってきてない。まあいいか、調理開始だ。ハサミは忘れなかったからな。パッケージに扉を切る。ピクニックの計画ちゃんと立てないとだな。で、どうやって調理するか。それはこうする。そっとだ、そっとだ。ケトルはもらった。これうまいな。次はなんだ。次、ケトルを拝借するのさ。どうせ気づかないだろ。犯罪はダメって誰が言った。パッケージにお湯を注ぐ。そしたら蓋を閉じる。そしたら待つだけだ。すぐに美味しいラーメンができる。ピクニック最高だ。あ、まあそうだな。おう、俺のラーメン。ああ、しっかり食べごろ。ちゃんとした食事だ。うまい。これ以上のものってあるか。ラーメンね、いいじゃん。で、そのテーブルどっから持ってきた。カバンに入れた。疲れたな。このコーラを飲もう。ああ、喉が潤う。ふぅ、オーイエー。うるさいやつが来た。あれ、コーラがあんじゃん。いただきます。おい、なんでだよ。目の前に座ってんだろ。なんてことするんだ。仕返しの時間だな。人のもの飲んだらどうなるか教えてやる。テープをドアに貼る。その上でサッカーボールのバランスを取るぞ。最後の仕上げ、床に石鹸をまく。これでよし。そしたら待つだけだ。楽しみだな。ララララ、あ、いて。うわあ、俺天才だ。あ、あいつが来る。自然に振る舞え。ララララ、この歌最高。お腹減ったな。なんだと。冷蔵庫に何かある。じゃあ作戦練り直すか。どうするか分かったぞ。逃がさないからな、クリス。用意するのはレモン。それから爪楊枝。レモンの芯に爪楊枝を刺す。小さな穴を開けるんだ。おい、クリス、こっち来い。あ、なんかいたかい。どうした。匂い嗅いでみな。そうそう、近づいて。なんでそんな。ジャスティン、何やってんだ。絞ろうとしてんのか。うるさい、気が散る。壊れちゃったか。意味がわかんねえ。ああ、どうすりゃいいかわかるぞ。よこしな。見てろ。ストローを差し込んでかき混ぜる。これでいけるぞ。は、どういうことだよ。じゃあ食らえ。ははざまみろ。とと、逃げろ。あ、しびる。ドッキリで自爆した。じゃあな、どこ行った。お料理動画楽しいな。待て、それで卵が焼けんのか。意味がわからんな。うわ、これすごい。待てよ、なんだこれ。わあ、まるで未来だな、こりゃ。試すしかない。お腹が空くな。何か食材は。あ、卵がある。あとは型があれば。そうだ、戸棚の中に。よし、このパンが使える。これならうまくいく。まず型を作る。パンに穴を開けるぞ。ミスは許されない。あとちょっと。よし、傑作だ、最高。じゃあ調理開始。と
卵を忘れずに。パンをフライパンに入れて、卵を割ってハートにする。そしたら蓋をしよう。うん、よだれが出てきそうだ。そう長くはかからない。待ちきれないな。うん、なんだこの匂い。卵だ。確かめないと。ああ、思ってたのと違う。こんなの食べられない。これで一日が台無しだ。ああ、ママ全然大丈夫。待って、どうしたジャスティン。いや、これ見ろよ。これは卵か。料理なんかしたことないくせに。待てよ、どうするか分かった。は、何してんだ。必要なのはニンニク一かけ。これで万事うまくいく。どいたどいた、ほらほら。これはゴミ箱行き。食べるやつはいない。じゃあニンニクを使うぞ。吸血鬼狩りでもするのか。よく見ろ、ガーリックで輪郭を描く。こうするとここで卵が止まるんだ。じゃあ割り入れるぞ。わ、魔法みたいだ。わお、ハート型の卵になった。だろ、プロの料理になれるかも。わあ、この写真撮らないとだ。タグ付けしといてくれよ。ママ、ママ、ごめん、ジャスティンに料理教えてた。この映画面白い。あれ、それアイスクリーム？私大好き。ちょうだい。これは俺のだ。意地悪。一口くらいいいでしょ。うん、やだ。ひどいな。もういいでしょ。ダメ。いいじゃん。じゃあ実力行使だ。ダメ。残念でした。ほんと意地悪。マット、ほんとやだ。何か使えるものは何もない。戸棚はどうかな。空っぽだ。どうしようかな。小さすぎるね。これかな。重すぎる。これが一番ちょうどいい。よし、伸びるからこっそり横からね。さあ行くぞ。そっとそっと。うわ、最高だ。やった、簡単。苦労した甲斐あり。もう目が離せない。なんだ。おいおい、またいただき。アイス泥棒ということなら、ふんふん、怪しんでませんよ。はい。あれ、アイスがない。落としたのかな。じゃあもう一度。あれ、戻ってこない。残念。見つかった。逃げろ。このスプーンいいね。わあ、この絵がすごい。ほんと。あれ、ジーナ、また同じこと考えてる。多分ポップコーン切れだ。おかわりを作るのはどっちだ。決める方法はただ一つ。三本勝負。ごめんよ、ほら行って行って。ポップコーン残ってたかな。ゼロから作るか。種はあるから安全対策して調理開始。フライパンを熱して。緊張するな。そら、はじけろ。はじけたいだろ。今の何。ちょっと問題発生。何でも私がやる羽目に。思ってたより難しいんだ。何してんの。料理下手だからな俺。覚えて、フライパンにアルミを敷いてギュッと押さえる。種を入れたら油も入れて、アルミホイルをもう一枚。ジュア折るの、隙間なくね。そしたら火にかけて、ほらできた。最後に上を破けば、出来たて熱々ポップコーン。
わあ、簡単じゃん。美味しいでしょ？今の見た？うわあ、これおもろ。信じらんない。あ、マットが来るんだった。今何時？着替えなきゃ。一瞬だけど、他の準備も。キャンドルでムードを演出。他にやることは、お料理ね。フルーツサラダ、包丁の出番。ああ、これを出すわけにはいかないわ。このフォークを使えば。思い通りにいかない。潰したバナナはダメか。離乳食であるまいし、もう時間がない。あ、お道具箱、何かあるかも。どれ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 。おお、いいじゃない。これを使ってバナナを切ろう。包丁いらず、キュッと握ればバナナスライスの完成。楽ちんよ。リンゴは入らないな。でもこれは使える。まな板に乗せてカッターで押さえれば一瞬。もっと早く使ってればな。そしたらさっきので切っていこう。時短になる。はい、ちょうど間に合った。気に入ってくれるといいな。これは君にだ。うわあ、ロマンチック、超綺麗。君の方が綺麗だよ。座って。美味しそうだ。自分で作ったの食べよう。うん、お腹すいた。はい、お料理番組へようこそ。この私ジェイクが特別な料理をいたします。エッグで完璧に面白おかしくやっていきますよ。まずは卵をボウルに割る。うん、硬い卵だな。もしかしたら貝なのかも。はっ、別の方法を試しましょう。そういや、ちょっと想定外。気を取り直してもう一度。今度はうまくいくはず。うわー、べちゃべちゃ。まあ卵はまだある。やんちゃな卵だな。今度は思ってるより難しい。って今何か。卵め、あれ何が起こってる。サメだ。ああ、ああ、なんて夢だ。ああ、お腹が減った。ママに会わなきゃ。ママ、怖い夢見た。おっきな歯のサメが出てきたんだ。あらまあ、卵を焼くだけだったのに。で、どうなったの。何度叩いても殻が入るんだ。なんて怖い夢。でも大丈夫、ママが助けてあげるわよ。ボウルの縁で殻を叩いて、こんな風に。これはどんな魔法。それくらい簡単。わあ、ママ、僕もやりたい。ぐちゃってやらないで軽く叩く。やったぞ。さすがね。もう一度やるよ。うわあ、なるほど。む、この匂いは。ピザ美味しい。てかどうかした、グレース。一枚ちょうだい。これが最後。ちぇ、残念。はい、はい、ピザもらえます。売り切れ。悪いね。え、そうだる。うん、私だけピザがもらえない。おお、ピザ。これは夢か何か。今日はついてる。誰の贈り物。やられた。現実世界にもバカにされてる。ああ、美味しいピザが欲しいのに。そんなに難しいこと。
もうテレビ見る。あれ、なになに。ニュース速報です。世界中のピザが消えました。残りはあと1枚。乗り遅れた皆さん、ご愁傷様です。最後の1枚の貴重映像を入手いたしました。博物館に収められていまして。そんなんあり、どうすりゃいいのさ。そんなの回答になるしかないね。これって天才的かも。そっとそっと。暗いな、明かりが欲しい。よし、どっちへ行く。ああ、これなら楽勝。しめしめ、順調。見つけた、世界で最後のピザ。全部独り占め。ああ、すやすや寝てる。よし、計画通りにやるよ。準備は万端なんでね。うん、とっても美味しそう。まずは真ん中を、そしてずらして切る。大きく1枚取れた。残りを合わせれば、ほら、誰にも気づかれない。うん、いい匂い。待って、こう切っておこう。よし、これならホールサイズに見える。この1枚はいただき。なんだ、ピザのチェックをすれば。どれどれ、1、2。うん、全部あるな。私は優秀だ。美容のためにもうちょっと寝よう。計画を立てて。いや、これじゃダメだ。グレースやめてよ。ユニコーン捕まえるんだから集中させて。もういるじゃない。いや、本物だよ。これでも使う。無理。じゃあこれは。もっと無理。ほんじゃこれだ。落ち着いて、計画あるから。じゃあ見せて。頭を使って誘い出し捕まえるんだ。おお、天才。でも何使うの。そりゃケーキに決まってる。さて、ケーキのデコレーションを。おお、これでいいじゃん。もうらい。お題はこれで。あら、ケーキが消えた。まあいいわ、これ楽しい。うわ、すごいケーキ。はあ、大変だったよ。美味しそうでしょ。ああ、忘れるところだ。このポッキーで飾ろう。うん、なるほど。いちご味。これでストガーをぐるっと飾る。おお、いいね。これならユニコーンもまっしぐら。よし、出来上がった。すごく綺麗。食べたくなっちゃう。待って、どうしたの。なんか足りなくない。それをポップイートでなんとかしよう。カラフルなチョコレートをポップイットの列に流し込む。色を合わせよう。これが最後の列。そこに串を置いて固まるのを待つ。わあ、よくできた。このデコレーションさえあればさ。うわあ、ここに刺しちゃおう。綺麗だ。こんなの見たことない。よし、集中しよう。さらにキャンディーを振らせよう。カラフルに、じゃーん、すごい。史上最強のケーキ。食べられないのが悔しい。ちょっと味見。ちょ、ダメって。ほんのり美味しい。あ、なんか変だ。ヒヒーン。ああ。引っかかった。ジェイク、何すんの。おっと、逃げろ。あれ、ケーキの匂いだ。大好物。来るな。見て、信じられない。やっぱりユニコーンが来たんだ。虹になってる。一体どういうこと。なあ、ずっとスマホばかりじゃないか。
代わりにこれを。パパもゲームしたいから。あ、うん、もう食べ終わったよパパ。もうかい。そうだ、まだまだたくさんある。わあ、ありがとうパパ。ああ、おい、食べるのが早すぎやしないか。だって好きだから。うん、なんとかしよう。そうときたらバケツを用意、そこにキャンディーを加えるぞ。次に炭酸飲料をたっぷり注ぐ。そうしたら、よし、出来上がりだ。ほらジーナ、でっかい棒付きキャンディーだ。うん、とっても美味しい。これで気をそらせるな。うん、チョコレートだ。こんなに美味しいものはない。マット、見てこれこれ。遊ぼうよ。絶対楽しいからさ。私が先ね。あ、サンダ。動いた。何が出るのかな。わあ。食べてるから邪魔しないで。過去に戻る？わあ、何それすごい。あ、マット。何が起こったの？知るもんか。この服気に入った。どこだここは。あそこにあるのはでっかい卵。ちょ待てよ、あれ見たらわかるでしょ。怖い恐竜がいる。恐竜だったね。ああ、口が臭い。逃げろ。もし、うん、危なかった。あっちへ逃げよう。いいかいジーナ、やろう。そら、うわ、家に戻ったぞ。怖かった。落ち着くためにまたチョコレート。そういえば、あの恐竜の卵大きかったな。大丈夫？そうだ、思いついた。聖火用のチョコレートをボールで溶かす。そしたらこの卵型に流し込むよ。うん、いい匂いがする。型の中に広げて、そしたら固まるまで待つ。次にプラスチックのおもちゃを中に、その上からもう半分を乗せる。マット、これなんだ。絶対気に入るよ。うわ、これはすごい。割ってみよう。いや、もっとでかいのがいるや。そうそう、これこれ。あれ硬いな。そうかい、そっちがその気なら。マジか、へこみすらしない。もう怒ったぞ。あ、そうするのはどうかと思うけど。集中してるんだ。は、やったぜ。これでやっと食べられる。わあ、とっても美味しい。カプセルの中も見て、サプライズだよ。おお、なんだろうな。は、なんだこりゃ。柔らかくてグニグニだ。ありがとうジーナ。すぐ戻ってくるからな。ついにいなくなった。箱を取ってくれよ。ずっとこの時を待ってた。わあ、もう最高。キャンディーがこんなにも。最初はこれにしよう。うん、酸っぱい。これはこうしよう。舌の刺激がすごいな。もっと食べるぞ。わあ、味のコンボだ。ずっと食べてられる。ああ、そうだ。これにキャンディーをつけよう。わあ、酸っぱい。でも美味しい。ああ、美味しい。このシャーベット。これをキャンディーにまぶして。うん、最高。これいいな。次はなんだ。あれ、もう何もないのか。やっぱり全部ない。いや、ジーナがまだ舐めてる。美味しそうだな。ねえジーナ、ちょっとちょうだいよ。やだ、意地悪するなよ。うん、じゃあこうしよう。何するんだろう。ああ、落ち着く。おい、マット、何するんだ。今
今うんこしてるんだぞ、やめて。ふう、重いな、本当。うんこし終えたら分かってるだろうな。あ、ジーナ、困ったな。トイレットペーパーないか、助けてくれ。もう行くから、分かってるな、マット。パパ、流さなかったな。何食べれたらこうなるんだ。まずはきれいにして、よし。トイレにキャンディーをドバーだ。カラフルだな。さらにもっと、これでサクサクの歯ごたえよ。でっかいシリアルボールみたいな。すごいな、これで。よし、言いたいことがいっぱいある。まあ見てなって。そしたらこの巨大キャンディーをさ、おいしい。これをトイレにディップ。本当はやっちゃいけないけど、でもこうするのがいいんだ。ほら見て、羨ましいだろ。わあ、じゃあ食べるぞ。わあ、すごいや。今までで最高のアイディア。私もでかいキャンディートイレに突っ込みたい。いつもマットばっかり。ああ、全くイライラする。あと少しでうまくいくのに。だがこの公式がわからん。もう一度白紙に戻して答えを考えろ。ニュートンもこうは悩めなかっただろ。あ、なんだ今のは。これは符号だ。ニュートンが語りかけておる。さあ秘密を教えてくれ。おお、ごめんおじさん、これ私のお昼。何、空から落ちてきたと思ったが。ああ、そうなの。これ使ってたら落ちちゃって。ここなら使えそう。吸盤をしっかり止めて、リンゴをここにセット。ハンドルを回すと皮がむける。簡単でしょ。なんとも驚き。螺旋状にカットもしてくれるよ。あ、そうだ。何度見てもわからん。おじさん、これ見てよ。どれどれ。なんと素晴らしい。脳に効きそうだ。あ、食べられた。全部？で、何してるって？待って、そこ X の2乗じゃなくて3乗じゃない？そうか。あー、もう最高。どでかい板チョコ1枚。全部私のもの。とっても美味しい。あれでもちょっと硬い。何これ、ニューフレーバー？いや、何か入ってる。金のチケットだ。映画でしか見たことがないやつ。ママー。あー、ちょっと何か起きてる。服が汚れた。わ、何これ、すごいとこ来た。ようこそ、お待ちしておりました。わあ、気味悪いチョコのおっさんだ。私あなたの大ファンで。よく言われます。あ、金のチケットあるよ。いや、そんなのはいりません。歯型がついてるし。さあいらっしゃい。こちらが工房。うてて、ここでお菓子の魔法が生まれます。わあ、ついてきて。ここすごい。あ、待って。しっ、作業員が集中してますからね。あ、そうか。ここが私のオフィス。素晴らしい味がここで生まれます。ご覧の通り、様々な味が揃っていますよ。ちょっと待ってて。キャンディーはいかがです？こちらは？え、もちろん。それともこちら？欲しいです。ふん、ひらめきました。場所を分けてっと。バナナに竹串を刺し、汚さないように皿の上、その上からチョコをたっぷり、完全にバナナをコーティングします。うん、美味しそうだ。固まる前にトッピングをしましょう。美味しいキャンディー、味は選び放題。お一つどうぞ。もう待てない。美味しそう。わあ、あなたはチョコの天才ね。ええ、知ってます。ではお帰りのお時間。でも、もっと痛い。すいませんが、仕事で。待って、あれ、全部夢だった。
って頭のこれは？あれ？夢じゃなかった。秘密ですよ。わあ、ハラハラする。目が離せない。ってチップスが切れた。でも大丈夫、食べるものならある。映画見てるとお腹が減るな。なんか忘れてるような。あ、学校に遅刻だ。着替えなくちゃ。ジーンズを履いて。なんで入らないの？で、ダメだこりゃ。お願い、入って。そんな食べてないって。あー、もう無駄。最悪だ。おっと、転んじゃった。やれやれ。うわ、それだけはダメ。ちょ、ごめん。ミキ、どうしたんだよ。何があった？ジーンズが入らない。そんだけ？大したことじゃない。俺が手伝うよ。じゃあ一汗かくぞ。始めよう。そう来なくちゃ。いいぞ、その調子。ミキ？でしょでしょ。あ、大変だな。おいおい、これにしな。やだ。君のためなのに。ああ、そうだ、こうしよう。リンゴを半分にして、上にフルーツ。そしたらリンゴで蓋をする。ミキ、フルーツバーガーだぞ。今バーガーって言った？ほら、試してみなって。わかった、バーガーに負けた。うん、これ美味しい。それずっとヘルシーだろ。もっと持ってない？では遅刻したかも。おっと、ボタン止めないと。うん、スタイル最高。いいじゃない。行ってくるよ。やっぱフルーツだろ。あー、おいしそう。もっと美味しくものを食べたいならどうする？では皆さん、お待ちかね。これから誰もがあっと驚くようなフードライフハックをご紹介するよ。やあミッキー、おはよう。オレオン一つもらってもいい？オレオといえばキンキンに冷えた牛乳だよね。うん、オッケー、落ち着け私。じゃあこの方法ならどうかな。慎重に慎重に。あ、ダメだ、これもうまくいかない。ったく、背の高いコップなんて考える人がいるからこうなるんだ。はあ、クッキーたっぷり入りの牛乳ができた。ったく、今日はついてないな。あら、ジーナ落ち込んでる。元気づけてあげたいな。ねえジーナ、その悩みを解決するちょっとした裏技があるんだよ。クッキーの側面にフォークをこうやって刺す。そしたら落とす心配もなく牛乳につけられる。牛乳漬けの師匠と呼んでくれてもいいよ。すごいもんでしょ。しかも漬け具合もちょうどいいじゃん。タイムは真剣勝負。ライフハックをぜひ使ってみてください。一番面白かったものをコメントで教えてくださいね。
動画のお友達との共有とチャンネル登録もお忘れなく。新着動画をお楽しみに。